方たちが。そうだ、ま、シルバーメイト。あ、私の兄弟。わかった。ありがとう。まずい。戦闘は私たち。わかった。から離れろ。己を解き放つ準備はいい？反抗も陽動も霊落も全部。 That's one. 生死虚実、一年のマナリ、同点元気、超無一角。ふっはっ。クララも That's three. みんなを守りたい。Big robot checks out of nowhere. 意味はない。槍先に火を。炎の槍を断ち切れ。どけ。騒ぎを起こしたくはない。Really wonder could I? 今だ。Ah, that was actually bad choice anyway. ランス、戦闘準備。この曲をあなたにもっと叫びなさい。よしこ。クララ、勇気を出さなきゃ。排除する生死虚実、一年のマナリ、同点元気、超無一角。弱き者のために。盛り上がってるじゃん。私のリズムに乗れ。気をつけて、スワローグ。この曲をあなたにもっと叫びなさい。己を解き放つ準備はいい？反抗も陽動も霊落も全部。クララもみんなを守りたい。盛り上がってるじゃん。私のリズムに乗れ。No, screw that noise. Retreat again. Fine. I can't switch paths now. Ridiculous.I kind of love though. So let's deal with this. What was the actual amount that I wanted to do it for? Because I want to level up 4 at least at this point. Like 11 characters. 220.22.
So near, it's gonna be like also the no two. And on this side, it's gonna be like 10. Ooh, 11. Oh, that actually problematically annoying. I think I didn't give Clara her light cone back. Weird, I haven't actually sent her. Regardless.
なたと。そうだ。シルバーメイン。私。わかった。まずい。戦闘は Fine, I love that. Let's get this over with. Screw you. Clara, もみんなを守りたい。助けて、スバローグ。下手に動くな。生死虚実、一年の学び、同天剣剣、超無一角。ふっ、はっ。槍先に火を炎の槍を断ち切れ。俺が守る。盛り上がってるじゃん。反抗も陽動も霊落も全部私のリズムに乗れ。怖くないんだから。気をつけて、スバローグ。This looks better. His damage was from Clara. 争いに意味はない。I'm getting a feeling that if I did give her a light cone, it would be a lot better for me because I definitely would have beaten him. Let's get this over with. Shield. 暗光フラク。この曲をあなたに。ハイになれ。クララ、勇気を出さなきゃ。はい。Almost there. Seish Kyojitsu, 一年の学び、同天剣剣、超無一角。Eternal Phantasmagoria. That's a good name for attack. Should claim it for myself somehow.弱き者のために。 Shields. おのれを解き放つ準備はいい？反抗も陽動も霊落も全部戦闘準備。Ah, whatever. もり上がってるじゃん。もっと叫びなさい。どけ。騒ぎを起こしたくはない。やるじゃん。うん。バイ。このまま進んで子供と甲府を探そう。なんだか少し寒くない？ I don't feel it. I'm protected by a trailblaze. Hey, you. Not you.Weirdly annoying. Oh, how fun.
俺が守る。えこっからが本番だよ。私のリズムに乗れ。クラーラ、勇気を出さなきゃ。はい、ぞ。今だ。Cool. 争いに意味はない。Second battle. 生死虚実、一年のマナリ、同天元気、超無一角。ふっ、槍先に火を。Bellabox people の槍を助け。Take them.この曲をあなたに。クララもみんなを守りたい。助けてスバローグ。もっと叫びなさい。そう、That's noise. Ding! I'm gonna make fun of everybody else. 気をつけて、スバローグ。どけ、騒ぎを起こしたくはない。攻撃のチャンスだ。盛り上がってるじゃん。私のリズムに乗れ。 This one's easier. The fire one was a lot harder.Especially considering I forgot to give Clara her light cone back. I can't believe that was the case, that I kind of sort of lost that one. It was absolutely was the case for me losing those like three times in a row. I forgot that Clara didn't have her light cone. And that pisses me off. この曲をあなたに。もっと叫びなさい。クララ。勇気を出さなきゃ。生死虚実、一年のマナリ、同天元気、超無一角。ふっ、は怖くないんだから。気をつけてスバローグ。バイ。あ、oh, more of them. 意味はない。こっからが本番だよ。私のリズムに乗れ。クラーラ、勇気を出さなきゃ。隠れろ。ナイス。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。 There's still one more left.ランス、戦闘準備。こっからが本番だよ。もっと叫びなさい。怖くないんだから。セブラージュ。ナイス。Let's take a quickstrategic retreat back to my fortifications. Oh, there was a... I should have expected that. 子供たちが危険な目に遭っている。早く行こう。おい、子供たち。下手に動くな。槍先に火を。
炎の槍を断ち切れ。フレームスピア。はっ！だ！生死虚実、一年のマナリ、同天元気、超無一角。ふっ！はっ！こっからが本番だよ。私のリズムに乗れ！隠れろ。Wasn't there supposed to be like a fragmented shadow, whatever she's called? Bad choice. どけ。騒ぎを起こしたくはない。己を解き放つ準備はいい？反抗も。陽動も霊楽も全部盛り上がってるじゃん。気をつけて、スバローグ。争いに意味はない。おおお。この曲をあなたハイになれ。俺が守る。君たち、ここは危険すぎる。早くコークの橋に向かうんだ。そこでシルバーメインと遅延が保護してくれる。うん、わかった、ありがとう。チノ、お姉ちゃんの手をしっかり掴んで、ここから離れるよ。ここ寒いし、怖いよ。 Get out of here, kid. モンスターが強くなっている。同じ種類のモンスターでも以前はこれほど強くなかった。So you're getting weaker. 間に合ってよかったよ。もう少し遅くなってたら、あの兄弟はどうなってたか。Also, it's kind of my fault. I raised the trailblazer level. あの少女、とても勇敢で、昔の姉さんに似ていた。Crap, crap, crap! They're doing this. ないない。確かに父さんも怖かったけど、劣化のモンスターとは比べ物にならないでしょ。それに私が父さんを鬱陶しく思ってるのは厳しすぎるからって理由じゃない。ただ父さんがカカリアの封鎖令を何も考えずに実行したことが信じられなかったんだ。昨日までは人々を守るって言ってた人が次の日にはそれを諦めるなんて、何が書くんだ。笑わせるよ。父さんは名のある軍人だ。軍人は命令を過度に理解しようとしてはいけない。Shut up. いや、この話はやめよう。父さんの肩を持つと姉さんは怒るからな。少なくとも今の僕たちには正しいことをするチャンスがある。腹が立ってきた。家を出たことは本当に正しい判断だったと思うね。うん。問題は逃げるだけでは解決しない。家を離れてから随分経つのに、姉さんは父さんのことになると怒る。それはまだ過去の出来事にできていないからだろう。スラップ him。姉さんの選択に干渉するつもりはない。ただ、逃げるための手段にするのではなく、しっかり考えてから決断をしてほしいんだ。
私の選択。すまない、姉さんに説教すべきではないな。いや、気にしないで。あんたが何を言いたいのかはわかる。本当だよ。ただもう少し時間をかけて考えたいんだ。まずは目先の危機を何とかしよう。さっきの甲府が言うには、彼女の仲間がここにいるんだってね。あたりを探してみる？ああ、気をつけてくれ。周囲の気温が明らかに下がっている。これは異常現象だ。見たことのないモンスターに遭遇するかもしれない。今以上に注意して進もう。手強いモンスターだった。さっきのガキ二人はどうなったんだか。I think I just done your job for you, strong miner. え？劣化のモンスターを倒したの？どちらとも言えないな。はぐれた一匹を追い払っただけだ。お前たちはあっちの方向から来ていたな。誰かに会わなかったか？兄弟でちっこいのとでかいのなんだか。They're here to save them. ならよかった。ずいぶんと遠くまでおったから、二人を置いてけぼりにしたかと思ったぜ。だから君も早く、コークの橋に避難してくれ。シルバーメインと遅延で、安全な場所を確保している。およかった。あの二人が無事なら、安心して避難できる。でも、この先にいるモンスターはすごく強そうで、まるでボスのようだった。気をつけてくれ。情報を感謝する。十分に用心しよう。Bosses are no threat. 前方に強敵がいるようだ。二人とも十分に用心してくれ。Yeah, screw that noise. あのモンスター、キンクの前線で何度か遭遇したことがある。準備はできたか？行くぞ。行きます。あ？待て。距離を取るんだ。この敵、何かがおかしい。It seems normal to me. え？どうしたの？このモンスターは普段はとても攻撃的で、劣化で遭遇すると激しい戦闘は避けられないはずなんだが。目の前にいるこの個体は僕たちを見ても何もしようとしない。何かの罠なのかもしれないな。そのままの意味ではない。ただこの事態は異常だと思っただけだ。この付近の空気すごく寒い。性格、約束、聖なる。Oh, great. こいつ今喋った。軽率に攻撃をするのはよそ。迎撃する準備をしっかりしてから。 Am I the only one that hears this? この声ジェパードには聞こえてないか？ジェパード、セーナル、ランドゥ。今セーバルとジェパードの名前を。こいつうるさい。劣界の造物ってこんなにブツブツうるさいの？え、ウェイン、there is I'm gonna sound like a crazy person. It's talking to us. Can you not hear it? 話している。僕にはめちゃくちゃな雑音にしか。Dramatic? 待て。君まさか。モンスターの言葉がわかるのか？ Why is repeating your names? 私たちの名前を？どうして？噂で聞いたことがある。荘厳な人の形をした劣界の幻影は、昔日の守護者の意志が凝固した残響だと。噂が本当だとしたら、
カリア。Here we go。あんたって女は死んだ後も悪影響を残すなんて。今まで起きたことを何とか忘れようとしていたのに、あんたはまた私の前に現れた。セルバル。カカリア、あんたは大バカ者だ。研究を阻止して生活もぶち壊して、これ以上私から何を奪うつもり。姉さん、落ち着くんだ。あれはただの劣化の原因に過ぎない。まさか私たちが一緒に過ごした時間は全部偽りだったっていうの？あんたはかっこよく言ったけど、私に説明する義務があるとは思わないわけ？姉さん、ランドゥ、下がれ。Watch out。 約束された新しい世界、貴様らの居場所はない。落ち着くんだ。姉さんがカカリア様に答えを求めているのは分かっている。だが目の前にいる、それはただの敵だ。劣界の中で形成された悪意に過ぎない。そこから答えを得ることは不可能だ。共に戦おう、姉さん。一緒に赤日の幻影を追い払うんだ。もちろん、姉さんがまだ過去に向き合えないと思うのなら、僕と彼が代わりに戦おう。姉さんの心のわだかまりが消えるまで。So you come with us. Let's take it down. あんたたちは本当に。ごめん、シェパード。いつも重要な時に、あんたに迷惑をかけてる気がするよ。でも、まさかあんたが人に葉っぱをかける術を学んでるとは。Bloody blueberry boy scout。 そこまで言われたら、カカリア、私とあんたの過去をここで清算しようじゃないか。決着。おのれを解き放つ準備はいい？陽動も霊落も全部。下手に動くな。生死虚実、一年のマナリ、同天元気、超無一角。ふっ、はっ。Decaying shadow。やり先に火を。炎の槍を断ち切れ。こっからが本番だよ。私のリズムに乗れ。バイバイ。 And you too。And now we can play. Oh, oh.
俺が守る。貫け。盛り上がってるじゃん。もっと叫びなさい。クラーラ、勇気を出さなきゃ。気をつけて、スワローグ。あなたに私のリズムに乗れ。今さら後悔しても遅い。はっ、大丈夫。あれブラーム。盛り上がってるじゃん。ハイになれ。どけ、騒ぎを起こしたくはない。And that's that. That's all she wrote. セーバル、セーバ、セバル。That'll be enough out of you. 貴様、どうしていつも。いつも？いつも邪魔を。Because that's the rock and roll spirit. 気温がだんだん正常に戻ってきているようだ。Of rebellion. 烈海のモンスターもチリジリに逃げている。Kalia's will just seems to always come back. 今回の騒ぎの元凶はカカリア様の幻影にあると考えるのが妥当だろう。これまでに起きた未知の異変も同様のはずだ。何はともあれ、今回の危機は一段落した。君は大丈夫か？大丈夫。It was a hard one, but fine. Let's go with that. I even got like hit like half the time, nobody even died, so yeah. さすがベロブルグの英雄だ。誰が英雄だ。君がいなかったら、幻影との戦いはもっと長引いていただろう。姉さん、大丈夫か？気分はどうだ？なんだか胸の使いが降りた気がする。それにしても、あいつが消える瞬間、すごくうるさかったけど。あんた、なんて言ってたか聞き取れた？See, I really want to be honest with you. Said, why do you always have to stand in my way? そうなんだ。あんたは本当に融通が効かないな、カカリア。でも、どうでもいいや。この先はもう私とあの女は無関係だからね。今回は本心からの言葉のようだ。I mean, at least this time she was present for the fight. 本当に執念を捨てることができたのなら僕も嬉しいよ、姉さん。Can we leave on the space right now? 任務はこれで終わりだが、僕はまだシルバーメインや遅延とともに後処理をする必要がある。二人は先にナターシャさんの診療所に戻って、僕たちが救助した怪我人の様子を確かめてくれ。Fair enough. 分かったよ。じゃあまた後で会おう。あんた、ここは弟に任せて、私たちは町に戻ろう。Challenge complete.
まだ早いし、どこか行こうか。なるほど。前線の状況は分かった。もちろん、こっちも休まずに、コークから搬送されてきた怪我人の手当てをしていたわ。とにかく、今回は本当にお疲れ様。遅延の力だけでは、この騒ぎを鎮めるのは困難だったはずよ。ジェパード守衛官のおかげで、被害を最小限に抑えることができたわ。今回のことで、仮想部でのシルバーメインの評価はかなり良くなっているはずよ。Seems like that man is quite a planner. Several have too. もちろん、君たちにも感謝しているわ。開拓者、それからセーバルさん。ちょっと、そんなかしこまらないで。活躍したのは私以外の二人だよ。私だけだったら、コークの中で死んでたかもしれないし。結構大変だったよね。怪我はしてないかしら、セーバルさん。診察は必要？大丈夫だってば。問題もスムーズに解決できたし。あとはジェパードたちが戻ってくるのを待つだけ。ナターシャさん、ただいま戻りました。Speak of the devil. この声はジェパード？Shepard returned and reported to Dash what happened on the front line. Oreg さんもすでに多くの災害の状況を確認してくれました。彼は今、町で人員と物資の調達、そして後処理の準備をしているため、しばらく診療所に戻れないとのことです。騒ぎは問題なく解決したようね。ありがとう。もう少し話をしたいけど、まだ手当てが終わってない怪我人たちを見る必要があるの。そういえば、診療所に一組の兄弟がいるのだけど、君たちに助けられたって聞いたわよ。時間があるのなら、彼らの様子を確認してみるといいわ。Fair enough. ナターシャさんの提案に賛成だ。あの兄弟の様子を見に行こう。Don't rush me, I know what I'm doing.いい子だから薬を飲んで、痛くなくなるよ。What a good big sister. でも黒い煙が出てるような。 The black smoke. Really 黒煙。 How are you feeling? あなたたちは大航空で私たちを助けてくれた皆さんが上層部のシルバーメイン様ですよね。 WellNot completely. 皆さんが助けてくれなかったら、おそらく私たち兄弟は今頃、何としても恩返しをしますので、すぐに仕事を見つけて、そうすれば、Where are your parents?パパとママはずいぶん前にここから離れたところに行ったんだ。遠いからまだ帰ってきてないんだよ。あ、死んだか。それで。うん。二人はきっとそのうち帰ってくるよ、ジノ。Okay, I see how it goes. つまり、あんたはずっと一人で弟の面倒を見てるってこと？大変だね。そんなことありません。姉として当然のことですから。ただ、最近は危ないことが多くて不安になるんです。弟はまだ幼いのに、もし一人で仮想部で生きていくということになってしまったら。いえ、そんなこと考えたくはありません。Don't speak of such things in front of him, would you? 前任の大守護者様の決断は、十数年の封鎖を招き、多くの悲劇を生んだ。And you stood by and did nothing. だが、ブローニャ様の導きのもと、シルバーメインは、未だ果たせずにいる責任を背負い、
秩序を再建する。その時になれば君はもう自分と家族の安全の心配をしなくてもよくなるだろう。 Stop acting so high and mighty. This does not absolve you, bastard. ジェパード様、命はとても重い。ましてや君は弟の分まで背負っている。それはきっととても大変だったはずだ。知能だったな。うん、シルバーメインのお兄ちゃん。Yeah, I prefer Silver Mane O'Neechan than Mr. Captain. 君はまだ幼いから、姉さんの庇護が必要で当然だ。だが君が大きくなったら、姉さんが君のためにしたことを決して忘れずに、自分の力で家族を守る術を学ぶ必要がある。Yeah, shaping another captain of a Silver Mane Guard here, are you now, Jeopard? 姉さんに頼られる存在になるんだ。もし誰も助けてくれなかったとしても、君たちは少なくとも、お互いに対して心を開くことができる。Seriously, Jeopard, because last time I think like the server was sincere with you and was pouring her heart out, you ignored her and just attacked us. わかったよ。僕、お姉ちゃんをちゃんと守れるようになる。ファイト、チビスケ。ありがとうございます、ジェパード様。チノも私も今の言葉を心に刻みます。 You never forget, Jeopard did a lot of things wrong. 本当に、なんでこんな重たい雰囲気になってるの？今日はここまでにして、二人をちゃんと休ませよ。弟よ、まだ元気はある？少し話がしたいんだ。Servo's not coming. Fudge.ジェパード、さっきの話、あんたの本心なの？もちろんだ。それに、一時的な考えなんかじゃない。僕がずっと思っていたことだ。Again, may I remind you that not a guy, you know, like last time this thing happened, when Servo tried to convince you to her point of view, you just ignored her and just tried to kick her asses.Manipulated bastard. 人は常に一人だけで問題に向き合って、葛藤を心の中に秘めたままでいるわけにはいかない。他人、少なくとも親しい人に頼ることを学ばないとダメだ。I really dislike that guy. さすがだよ、弟。まったく。どういう意味だ？明らかに私に向けた言葉を他人を通して遠回しに言うんだね。私に散々本音を隠してるって言っておきながら、あんただって少しも素直じゃないじゃない。だって僕たちは家族だから。うん、Indeed, you are a family. よし、気が変わった。計画変更。私はベロブルグに残る。請求列車には乗らない。姉さん、僕はただ心の重荷を下ろしてほしかっただけで、ここに残れと強要しているわけではないんだ。Freaking manipulative asshole. 安心して、弟よ。これはしっかり考えた上で出した結論だから。まあいや、考えさせられたと言うべきかな。私はここから離れたいと思っていたけど、それは逃げたいという心理から来ていた。それこそ未熟の証なんだと思う。カカリアのことも。家族のいろんなことも、私はいつもややこしい人間関係をうまく処理できずにいた。似たような問題に直面するたび、
真っ先に逃げていたんだ。でも今日からはこの癖を直していくつもりだよ。だってもう私一人で問題に向き合う必要はないんだから。そうでしょ。あ、ファイン。あんたのおかげで仮想部の人たちの状況も目にすることができたし、突然私にまだできることがあるんじゃないかって、この町に貢献できるんじゃないかって気づいたんだ。I mean, I get that. She has a point. I still don't like the way that she reached that point. ジェパード、それからあんた、最後にもう一つ、二人にお願いしたいことがある。ん？ Well, I'm glad to help. 私、性格を見に行きたいんだ。カカリアが死んだ場所を見てみたい。わかった。一緒に行こう。うん。お、その前に一度、カラクリ工房に戻ってあるものを取ってきたいんだ。あんたは先に行って待っててくれない？よかろ。大丈夫。弟が一緒だから無事にたどり着けるよ。後で会おう。ここ本当に寒いんだね。このデカブツが性格の拘束装置。昔の人はここまで複雑な技術を持っていたんだね。そうか。カカリア様はここで亡くなられた。死に場所を見つけられてよかったじゃないか。So did you come here to pay tribute? そんなところかな。でもここに来た一番の理由は自分のためだよ。ここに来たのは告別ライブをやるため。この歴史的なショーを二人に見届けてほしいんだ。場所があまり良くない上に機材も簡素なのは多めに見てほしい。 So you can make any venue stellar. ステージに上がる時間だ、姉さん。 Rock on, superstar.見ろ、カカリア。絶対に目をそらすんじゃないよ。バッチリ見ろ。なぜなら私は。もう。あんたの。影の。中で。生きることはしない。That's a performance. They need a new guitar. What are you going to be using during combat now? How are you, sir? I was expecting a song, but still, that is in the spirit of rock and roll. Sukkiri sta. The only sadness is that I can't see his face anymore.Really going by the whole phrase, let the past die. Destroy it if you have to. 本当に残念だ。よし。やるべきことは全部終わった。二人とも、ありがとう。
ずっと付き合ってくれて。Come Blizzard or Hellfire. 今夜はゲーテのところに行って打ち上げパーティーをしよう。Now you're speaking my language. だったら姉さんのおごりだな。Why do I look so smug about this? いいだろう。Servo has become a visitor to the Express. You might come across Servo when you return to the Express. Shepard? As well? I don't want Shepard on the train! He has a life ban! Yes. Servo's faithful. An autobiography. I can synthesize something. Disposable kinetic cannon.Fair enough. And an achievement. Complete companion mission, only child. Witness Luocha hidden side. Complete companion mission, rarely affectionate. Clara and the sun. Well. I should have expected us that.It would be hardly for them to actually remove several things considered that I knew that she had an apprentice in her store at this point. Still, a man can hope to have an amazing rock and roll on a trip on a train. Regardless, not the Stone Hunter, but devising stratagems. Oh yeah.Let's get this party started then. Hmm.